ます。おはようございます。今どこ？これ安住のあたりかな。安住のだね。さあ今日から久しぶりに白馬方面だね。うん。どんくらい？2週間ぐらい。そうだね。結構長旅をしてみます。はい。白馬行って小谷行って富山の方に抜けるのかな。うん。長野北進も行きたいんだけどね。野沢の方も。そうだね。もう秋だからさ、うん、すごいね、めちゃくちゃ綺麗だな。山がね、すごくない、うん、この手前の山の奥にな、ね、北アルプスが、うん、あ、いいね。ちょっと展望台上がろうか、こんな眺めよかったら、うん、すごいじゃん、めちゃくちゃいいぜ。近くに確かなんだっけな、高狩山だったかなっていう。高狩山、うん、っていうのがここから多分20分ぐらいで行けんじゃないかな。ちょっと行ってみようか、あんだけ天気いいと。そうだね、歩かず行けるから。あ、40分かかるって。おー、まあいいでしょう。26キロ。うん。お、行ってみよう。すごいじゃん天気が、ね、久々に白馬行くからさ、うん、ちょっと山歩いたり、うん、でこの時期はまださ、あっちの上まで上がれるじゃん、車で黒菱まで、うん、それ行ってみたり、あと行ったことのない津賀池のロープウェイ乗ってみたり、うん、うん、そういう今まで行ったことないところね、岩岳とかよく行くから。そうだね。そこら辺行ってみたり、あとまあ秋の味覚を求めてフラフラしたりだね。うん、うん、なんで今日はまず大町とか安住のフラフラして、うん、青木湖ぐらいまで行って、で天気がめちゃくちゃいいからサップでもしながらキャンプしようかなと、そういう予定です。はい。今日はキャンピングカーじゃなくてバンの方で来てるんだけど、うん、バンをめちゃくちゃ改造してきたから、うん、もう快適になったから、うん、ね、もうキャンピングカーに匹敵するぐらい快適になったね。そうだね。それの使い心地もね、どんなもんかっていうのもちょっとテストも兼ねて、うん、2週間ぐらいフラフラしてみようかなと、はい、そういう予定です。すごいな今日天気が。これサップやったところの川じゃない？サップやったところの川の、あ、しかもちょうどそこら辺がすぐ近く、そうだそうだ、ゴールのところじゃん。もう寒いかな。いや、まだいける。いけるよな、水はね、うん、外は寒いけど、うん、あと10キロ。はい。結構白馬の方まで近づいてきた ね。 そうだね、だいぶ白馬寄りなんだな、うん、ね。安住のフラフラしようと思ってたけどさ、この後だいぶ登ってきちゃったから大町フラフラするか。そうだね。おお、すごい坂じゃない。本当に坂だね。なあ、今まで1級かもしれないな、うん、これ。ついにそこだね。すごいよ、一気に登った感が。隣、あ、どこだ。第一はまっすぐ、あったあった。すごい、いろいろあるじゃん。第一駐車場で石段で一気に登れるんだ。え、レストハウスもあるんだ。レストランもあるんだね。行ってみようか。コンピラ神社？なんかすごい ね。行ってみよう。エコハウス高狩りっていうレストランがあるんだね。うーん、こっちだな。いや、秋だな。すごいね。気持ちいいね。あった、あるちゃん。これも痛いからね。よいしょ。おー、すげえ。いっぱい入ってる。もらってきたいな。3つだけ。確かにね。いや、でも栗の木があるからな。ね。いやー、いいな。最高だね、朝一で。あれ、車止まってるじゃん。すごいね、うん、ああすごい眺めじゃん。すごい眺めだね。ねえ、前行った大町のあのダムのところじゃないの、あれ。ああ、そう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 、そうだね。斜めになんかそう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 、なんか黒部ダムの入り口だよね。入り口ずっと行くと、もっと奥の方行くとね。すごい、標高1164メーター。一気に登ったな。めちゃくちゃ登るじゃん。なんだこれ。
超あるよ、まだ着いた。山荘があるじゃん。あそこね。うん。境屋根の山荘が。尾根沿いに。ああ、あんなとこにあるんだ。すごいね。人はいない？人まではちょっと見えない。わかんない。わかりそうだけどな。帰りはこの階段通りよ。スッと行けるからね。最高の眺めでした。ね、いいね、うん。お手軽で。車だからな。自転車で来てる人とかいたな。いたね。結構来るんだな。有名なのかな。すごい道だけどね。なあ。さあ降りてきました、うん。今からお昼ご飯、朝ご飯。どっちだ。朝昼兼だね。今10時半だから、うん、食べに行こう。あの大町のさ商店街あるじゃん、うん、前中華料理教えてもらって行ったところ、うん、あそこにねいろいろあるから、うん、暖かくなってきたなようやく、ね、朝どうなるかと思ったけど寒かった、ね、10度ってやばいもんな。この信号を左かな、うん、あここも良かったのかポケットパーク。まあいいか。潮の道なんだここ。さあ行きましょう。和地貝っていうところ。あやっぱ潮の道だって。糸魚川街道多分10時からやってると思うんだけど、わすごい。お、やっぱ駐車場がいっぱいあるみたい。こんな感じ。へえ、美味しそう。あとお茶、和地貝茶屋、ぜんざいとか。そうか、ここはさお水も美味しいんだね。そりゃそうだよね。大町安曇野近いもんね。黒部だね。ああそうだよね。今日は、うん、この和地貝ザザ膳1530円、一つ大盛り。もう一つ大盛り、うん、この大町商店街がすごいな。いっぱいあるな、美味しいお店が。中華もあるし。あーよく冷えてる、美味しい。
ったな。すごいね。おぼろ豆腐と、こんなね、おぼろ豆腐、おぼろ豆腐、ごまだれあえ、ごまだれあえになってて、うん、これがサラダの雪下人参のジュレ、真ん中にゼリーみたいなのがあって、それを崩しながら、ね、で柿も入ってるの。もう美味しそうな柿、今年初の柿、セロリも入ってる。でと、あとこれがしみ大根かな。美味しそうだね。ちょっと来ます。しみ大根から、うん、うわ、うまい。そう、味はね、切り干し大根に似てんの。うん、うん、ジュレはさ、柿が食べたい。あ、柿好きだもんね。あ、うまっ。柿とセロリ合うな。このジュレが気になるよね。人参のね、季節によって変わるみたいよ。すごい、結構こう固めのジュレでさ、ほら、これを一緒に食べたらいい。いただきます。うん、雪下人参だって。おいしい。そのジュレだけでもおいしいんじゃない。ジュレだけでも本当においしい。おいしそう。うどん大盛り。ちょっとさ、うどんにしては黄色っぽいというか茶色っぽいね。そうだね。なんか漂白してないんだって。うーん、でお塩も少なめで、あ、長野県産の生麺ですって。じゃあいただいてみよう。冷たい冷たいにしたんでね、冷たいおうどんにあったかいつゆもできたんだけど。そうそうそう、冷たい冷たいにしちゃった、ね、いただきます。やっぱね、うん。何、早すぎる音が。何、めちゃくちゃもう最初一口でうんってなる。本当に、うん、どういうそれは。冷たくて美味しいとか。違う香り、麺、麺が全然違う。どういうこと。すっごいもちもち。あ、もちもちなんだ。びっくりしちゃった。ほんと美味しいね、これ。コシとかじゃなくてもちもち。コシとはまた違う。 もちもちなの。なんか、まあ、食べてこないよ。お塩入れてないからコシじゃないね。コシを出してない。よくわかんないな。食べないとわからないな、これは。うーん、美味しい。じゃあ俺もいただきます。うん、ほんとだ。おいしいね。ツルツルでもちもちだね。もちもちでしょ。あ、おいしい。この何、表面のツルツル具合ね、超うまい。何これ、真夏に食べたいな。ねえ、ほんと。うわ、真夏に食べたい。すごいね。これでもあったかいおつゆでも確かにさ、あ、いいかもね。もうん、うん、いや、めちゃくちゃおいしいじゃん。何これ、すごいね。あんま食べたことないから。うんうんうん、さぬきうどんとも違うじゃん。そうそう、ね、あ、稲庭に近いかもな、もしかしたら。いいね、うん、朝昼にちょうどさっぱりでさ、うん、そうだね。よし、ではスーパーで買い出しして、うん、青木湖か木崎湖に行こう。よし、買い出しも終わったんで行きましょう。白馬の方に。青木湖かな、木崎湖かな、うん、どっちでもいいね。そうだね、うん、で前青木湖のキャンプ場すげえ気持ちよかったからな、うん、あそこでもいいよね。そうだね、あそこもいいね。山が今日はすごい。すごくない、うん、こんな綺麗に見えることある。めちゃくちゃ綺麗じゃん。コップしてるじゃん。本当？うん、目の前。あ、本当だ本当だ。すごいね、綺麗だね今日は。あ、すごい。ウェイクボード？ウェイクだね。あ、ボート入っていいんだここは。あ、すごい。いいね。
やいいぞ今日はサップ最高だと最高じゃない今日サップのさ、うん、パドルをさカヌーのパドル持ってきたから1個そっちの方がいいんじゃないかなと思って前の人は座ってるじゃんどうせ、うん、で右刺して左刺してめんどくさいからさ、うん、こうやってできた方がパドリングできた方がいいかもしれないと思ってそうでしょそうなのかないやわかんないでこの前さマグロ釣りしてる人の動画見たらさ、うん、カヌーのパドル使ってたから一人で漕ぐ場合はね一人で座ってだったからね、うん、だから座って漕ぐ場合はそれの方がいいのかもいいかもね、うん、1本だけ持ってきた2人で乗るんだったらおかしいじゃんああまあねだから前の人だけ頑張って漕ぐのどこのキャンプ場行こうね予約してないんだよねそうなのねちょっと聞いてみないとな前行ったとこ行ってみる混んでるかな混んでそうだな今日は、うん、これか青きそうだったっけな 2カ所あったよねあそう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 2カ所あったとりあえずこの前のとこ行ってみようよ。すごい気持ちよかったもんね。うん、ちっちゃかったからな。いっぱいかもな。どうだろうね。休日だしね。うん。あ、空いてそうじゃない？どう？本当だね。受付ある？あ、11番。さあ、ボンゴをもうちょっと改造してもうちょっと快適になったんでお見せしますこんな感じです椅子を使えるようにしてここにテーブルを作りましたでここにテーブルを作ってこの下にポータブル電源とかあと冷蔵庫はそこでまだちょっと最近暑いんで扇風機もそこに置いてますで後ろはそのまんまベッド2人余裕で寝れますこんな感じです結構快適でちょっと暗いんで電気つけます電気がこんな感じ全部つけるとこんな感じですで今回の最大のポイントはこれかなやっぱり前ご紹介したプロジェクター後ろにこれプロジェクターで後ろにスクリーンを目隠し用のスクリーンをつけたんでそこに映すとこれをこっちかおおこんな感じです寝っ転がりながらプロジェクターでいろいろ見れるようになりました結構快適になったこれででここら辺の電源は全部ここから取れるようになってますここから車の電気とかの今のスイッチはここのここからポータブル電源から取っててここの 12V DC で取ってて車のエンジンかけると車のバッテリーから自動で切り替わるようになってるんでポータブル電源の電池が減らないと走行中はそういう風にしましたお湯沸かすよ、うん、お、1400ワットすごいな牛乳牛乳はいまた手抜きコーヒーだねなんて言われても結構寒いからホットでもいいかもよ俺はアイスがいってる牛乳多めにしよう俺は僕はホットにしよう、うん、おっ、ここいた
これちょっとでいいよ、ホットは。ちょっとでいい？うん。ここすごいな、しかし中身が。ねえ。やばいね。こうちょっと回してみろ、じゃあ。それはちゃんとした時用だから。だいたいそれ、そういう用のさ、ケトルな。気持ち回してみました。はい、どうぞ。はい、サンキュー。じゃあ、いただきます。乾杯。ちょっとお菓子出そっか。なんか小腹が減ったじゃん。うん。あ、うまい。あったかいな。熱いな、俺の。湖の目の前でコーヒーなんて最高じゃん。まあね。あ、牛乳冷やしとくよ。パンパン。ネキが折れてるし。砂糖に乗らずにのんびりするのがいいな。どう？ん？なんだこれ。うわ。すごいじゃん。ハニーバターだと思って食べたらチーズ味だった。結構びっくりするよ。美味しい美味しい。もう一個はハニーバターかな。うまい。ここは超チーズ。美味しいね。そこから降りれるよね。なんかここだけすごい黙々。霧かな。すごいな。こっちは全然ないのに。ここだけ。赤い実がいっぱいなってるね。うん、さあ、そろそろ戻っていこうか。うん、日が陰ってきた。そうだね。寒くなってきた。ほんとだ、ちょうど陰ってきた ね。山でね。うん、ちょうど秋分だからさ、日が半々でしょ、お昼と夜が。Thank you.
到着。降りれる？うん、横付けしてね。横？うん。ああ、寒いから寒いな。なんか知らないけど。やばいんだけど。日がかけたら急に寒いね。長ズボンがないんだけど俺。やばくない？どうして持ってこなかったの？登山用の変なのしかないから。とりあえずじゃない。とりあえずそれにして。見て、今日見つけた。買っといてよかったね。ね、これ。生姜&ユーズ。最高じゃない。いるかと思ったけどいたな。いるよ。はい。はい、サンキュー。はい、どうぞ。うまこれ最高だな、ね、うまいなこれ。ここなめちゃくちゃ湖綺麗でいいんだけどさ、うん、結構対岸の道路の音が聞こえる。そうだね、向こうが国道だもんね、白馬の。そうそう、交通量が多いから ね、いいね。お魚がいるね。いる、時々見えないんだけど、あの水がチャパンってなる。寒い。温まるなこの麦茶。生姜が入ってんのがいいね。今日ちょっと足が寒すぎるから、うん、ご飯車の中にしようかな。あ、なあ寒いね。もうちょっとポタで中入れてさ、うん、冷蔵庫も中入れて、さあ夕飯にしましょう、うん、外は暗くなったね。暗くなったね。寒いからな。結構寒いね。おお韓国語。今日はサムゲタン。サムゲタンだね。にしようかな。寒いし、ね、うん、ちょうどいいね、うん、持ってきてよかったね、サムゲタンの素、ね、うん、これにしよう。うん、これです、おなじみの。うん、いいじゃん。でも美味しいサムゲタンですからちゃんと作ってみよし、やろう、はい、まずご飯も炊いとく、うん、いちごでいいよね。5リッターの水を注ぎ、5リッターだってよ。ちょっと5リッター入らない。40分煮ろって。半分にしようか。うん、そうしよう。すごいいい匂いするね。え、なんでこんないい匂いするのこれ。これは何とりあえず木これもんじゃない。木これは木だろ。まさに木だな。どう見ても木でしょこれは。これさ多分さ2リッターぐらいしか入らないから原料半分にしとこうか。これも木じゃん。半分ぐらいに、うん、ね。これは何だ。これは根っこ。それは高麗人参。人参な。根っこ。これなんかの根っこ。そんなの本当に食べれるのできんのこれ。これなんかの根っこです。これ。これ何マジで。いい匂いするけどね。なんか漢方の匂い、うん。そうそうの匂いがする。いい匂いする。これはナツメグ。あ、ナツメグだね。ナツメグで。うん、なんかタオルみたいなの出てきたんだけど、あ、なんかあのお茶のパックみたいな書いてあるよ、韓国語で。え、は、はじめから言ってよ、これに入れなさいって書いてある。これに入れろって早く言ってよ、それ。これ袋に入れるっていう事実を。とりあえず水を入れてみるね、じゃあ。じゃあこれで、うん、うん、とりあえずマックスだよね。多分沸騰したらね弱火になるはずだ。弱火でいいはずだから。あ、これでもうでも900いっちゃってる。しばしばと。はい、うん、おお、フルパワーで動いてます。はい、1200ワットだから、うん、ちょうどぐらい。いいね。おお大変。まあ、やべやべ、あふれるあふれる。あぶねえ、あっつ。下げるよ、もう。あと下げて下げて、うん、あ、もうさ、そんなんしてるうちにこっちももうあと3分だって米。おう、あ、そしたら一気に下がったね。500ワットになった。2ぐらいでいいねこれ。そうだね、沸いてるもんね。そうそう、
沸いたり、あっつ、もういいよそのままね。これでしばし待ったらいいんだね、うん、4,50 分炊けました。ご飯がよし、50分経ちました。車中すごい寒波の匂いね。バッテリーはどう？結構減ったんじゃない？今 44% おー、やばいな。これで肉をもう一回やるんでしょ、マックスで、うん、20% ぐらいになっちゃうな、沸騰するまでに。もう沸騰してるから、あと、ああそうかそうか、そうだね、うん、OK。 じゃあお肉とネギか。そうだね。うわすごい匂い、いい匂い。うわすごい匂い。お肉を入れよう。入るかな、大丈夫か、入るかな、入れてみよう。よし、じゃあどんくらい ?4 ぐらい。そうだね。 OK。 おお、933W。 沸いた沸いた、もう沸いた。早いね。はえー、あふれるとこだった。もう蓋開けといていいよね、うん、沸騰したから、うん、どんなもん。おお 34%。 いや、こっから20分ぐらいだね。美味しそうだね。ねえ、いいね。ちょっとお肉の脂も浮いてきて、ね、出てね、うん、40分ぐらいやったよ。いいんじゃない。いやー、いい香りする、ね、ご飯をよそって。美味しそうだね。美味しそう。温まるんじゃない。相当ね、うん、お腹が鳴っちゃったあまりに美味しすぎて。 なんせさ、時間がめちゃくちゃかかったから30分40分でできると思ったら1時間半だもんね。煮込まないとダメで。そんなに時間かかるものか。先にさ、出汁だけ出しといたらよかったね。そうそうそう、遊んでる間に。そうだね。おお、さすがに1時間半煮込んだら 19% けど、まだまだ大丈夫。いただきます。あー、美味しい。どう、本格的？匂いは本格的だね。すごい本格的ね。うん、美味しい。いいな、簡単だね。うん、時間はかかるけど煮込むだけだもんね。うん、おいしい。これからの時期めちゃくちゃいいな。うん、なあ、うんね。さあ、俺もお腹減った、食べていきましょう。あ、うまいさあ、洗い物も終わったし、充電します。 DC はオンになってるから USB、 はい、あ、充電された。あと AC、 OK。 どうされてる？うん、あ、されてるね。ポートがいっぱいあるのにさ、うん、線が足りない。今ね、USB で 1,2,3、USB-A で1箇所と、あとコンセントで1箇所、フル充電してます。はい、56W 出てるから、あとでも 18% しかないから、うん、あと2時間ぐらいしか持たないけど、うん、多分1時間ぐらいでいっぱいになると思うから、うん、で、明日晴れてたら、ソーラーでちょっと貯めていこうかな。うん、そうします。はい、じゃあこれで寝ましょうか、はい、線がもうちょっと出てきた見て、うん、全部充電中。すごいじゃん。 1,2,3,4,5,6,7 箇所プラスこの車の電気、うん、8箇所、 80W 出てるな。お、電気消すよ。
きましょう。行きましょう。いやー、よかったね。うん。のんびりできた。そうだね。では、白馬に向かいます。はい。では、今回はエナーノーバ ETA プロ 1200W のご紹介をしたいと思います。はい。実際キャンプで使ってみた製品です、うん、で簡単にまず仕様の説明をしたいと思うんですが、ね、はい、まず定格容量が 1050Wh ね、で重量が 16kg、はい、寸法が 36.6cm 23.5cm 奥行きが 23.5cm 26.6cm でこれ取っ手がこう畳めるタイプです。はい、便利です。で AC 出力ポート3口 AC 出力が横にあるのかな、ね、ちょっと後でお見せします、はい、ここかな、はい、でもちろん純制限波で、はい、AC 出力が 1200W 1200W ね、おお結構十分、あ確かに1250ぐらいで使ってたもんね。そうだね、うん、でチャージが 1800W、 あ瞬間が 1800W ね、はい、になります、はい、なんでも大体の家電は動かせると思って大丈夫ですね。 1200W 出て、ね、うんうん、サージ1800だったら、うん、電子レンジはちょうど微妙なところかもしれないけど、うん、だけどケトルもいけるしドライヤーもある程度のまではいけるし、うんうん、まあ必要十分かなと思います。で 1050W の容量があるんで十分かなと思います。はい、じゃあちょっと見えてる前面から説明すると、はい、USB-A 出力ポートが2口、USB-A が2口、はい、でクイックチャージ 3.0 が1口、はい、18W が1口、これは USB-A が全部で3口あります、はい、で USB-C 出力ポートが3口、あいいね、この3口あるっていうのはすごくいいね。もうあればあるだけいいです。最近もう USB-A の線あまり持ってないんで USB-C が3つあると助かって、そうだね、で2つが 45W で1つは 100W 出るんで、うんうん、パソコンもいけますね。で、次シガーソケット出力ポートが1口、はい、これは 12V かな、12.5V 0.3A、 やっぱりそうだよね、 100W ぐらいですね出力は。はい、でワイヤレス充電が一口、あ上にあります、上にあるけどね 15W ね、うん、うちでちょっとワイヤレスに対応する機械を持ってないんで試してませんけどそうです、ね、上についてます。はい、はい、ついてます。じゃあ AC の出力ポートがさっき3口あるということだったんで、はい、横向きにしてみます。はい、横です。ファンが上についてて、はい、ここに、はい、3口あります。周波数も 50-60Hz 切り替えができます。はい、 50-60 切り替えられて純制限波で、1200W 出ると。はい、はい、では次反対側いきます。はい、反対側です。ライトかな、おお。横にライトが、でこのライトの下のこれを上に上げると、これが全部入力、充電に使うポートですね。はい、AC 入力が 800W。 そう、 800W で充電されるから1時間半ぐらいで充電できるんで、そうそうそう、めちゃくちゃ早くて助かります。やっぱね、早いに越したことないね。ギュッとしてくれると助かります。助かります。でこっちが AC の入力ポートで、でこっちがこれ XT60 のポートで、ソーラーパネルとかあと車載の 12V で充電する際にはこのポートを使います。でここが11-50V で最大 400W までですね、はい、なんでソーラーパネルを使うときは11-50V 12A 400W 最大のソーラーパネルを選べばいいということですね、うん、はい、でシガーの場合はここで付属の線でできます。はい、はい、裏は仕様かな、そうだね、 1050W はAC マックス 850W だね。でバッテリータイプはもちろんリン酸鉄リチウムイオンです。あ、やっぱ安心のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。なんで、寿命が長くて安定してるっていうところで、はい、多分充放電回数も3000回以上大丈夫なんで、うん、まあ、毎日充電しても10年近くは使えると、はい、なんで普通に考えれば10年以上は使えるようなバッテリーですね、うんうん、はい、でさらにこれ保証が5年間なんで、うん、5年保証あるんで安心して使えると思います、うん、はい、基本仕様はそんなところですね、はい、はい、では電源入れてみましょう。はい、はい、
ちょっと結構使ってるんで 27% です。まず左上に DC ボタン押します。 DC ボタンで USB ボタンで、右上がこれはあれか、ワイヤレスチャージのボタンがここにあって AC があると。では実際にちょっと充電してみようと思います、はい、まずはこのバッテリーが 800W で充電するかどうかっていうのをまずちょっとやってみます。はい、充電をこう挿して、はい、でコンセントにこの電力計をちょっと簡易の電力計ですけどつけてみます。では挿します。はい、どうでしょう、これで充電されるはずなんですけど、あ、インプット130、200、300、あ、結構ファンは回るね、うん、あ、すごい、827W、うんうん、で、実際のこれは電力計が 849W、847W を指してます。なんで実際 800W 以上で充電してますね、うん、すごいね、すごいね、おで、充電を止めたらファンも止まりました、はい、本当に 800W 以上出てるんでだいぶ助かるのと、ソーラーパネルも 400W で入力ができるんで、多分ソーラーパネル 400W のパネル使ったら多分 300W ぐらい調子いいと出るんで、うんうん、それでいけばどう、4時間ぐらい、4時間から5時間でフル充電できるんで、うーん、結構早いですね、充電時間もいいね、いいね。まあそれより AC で 800W 以上で充電してくれるっていうのがすごいね、うん、80% まで1時間で充電できちゃうんで早いよね、うん、素晴らしいです。あっという間にたまります。では次はケトルです。 AC オンで、これを入れて、で使うのはバルミューダの、これね、出力がマックス 1200W だね。結構出力が大きいケトルです。いきます。はい、はい、どう、1240W、 ちょっと1200超えるけど大丈夫ですね、まあ、これ自体が 1200W で変換効率でちょっと 1200W を超えてるんだと思うんですけど、問題なく使えてます。やっぱ 1200W 出るといいよね。そうだね、うん、ではポータブル電源と一緒にソーラーパネルも使ったのでちょっと合わせて紹介しようと思います。はい、でこれエナーノバの SP160W っていうソーラーパネルになります。はい、生地感がいいよね。そうだね、なんかこう樹脂っぽい感じ、マットでゴムっぽい感じで結構しっかりした作りになってます。はい、で4面になってて、でマックス 160W かな。ちょっと裏向けます。裏こんな感じです。でこれがね、こういう感じで、ちょっと外で広げてみます。後でここがさ、よく布とかでできてるの多いじゃん、うんうん、これ結構しっかりこの樹脂っぽいゴムっぽい感じの、この結構ラバー素材で表ができてる感じで、硬いかな、そうそう、しっかりしてるんでいい感じです。 MC4 の配線がついて付属してるんで、で MC4 なんでかなり互換性はあるんですけど、持ってるポータブル電源によってはこれだけでつなげないんで別に線を自分で準備するようになります。はい、で仕様が、ここに書いてます。モデル SP160W で、防水等級が IP68 なんで、まあ雨の日でも大丈夫なんですけど、まあ雨の日ソーラーそもそも充電できないんでまず使うことはないかなと、うん、ただこの IP68 だったら結露とか大丈夫なんで、うんうん、あんまりそういうところは気にしないで大丈夫かなと。で、重さ 13.2 ポンドかなんで6キロ弱ぐらいですね、はい、まあまあこのサイズ 160W にしては重い方かもしれないんですけど、この生地感がゴムっぽい素材なんでこれも妥当な重さかなと思います。変換効率が 22-23% と結構高いですね、はい、電圧が 18V、 電流が 9.16A ですね。はい、結構シンプルだね。そうだね、うん、エナーノーバからこういう
線も別売りで出てるんですけど、こういう感じで結構長い線で、本当だ、すごいね、結構長い、うん、で片側が MC4 になってて、そっち側に3つ線が出てて XT60 で、今回のエナノーバのポータブル電源はこれを使います。それから DC5521、まあよくあるやつだよね、うんうん、それとこれがアンダーソンがついてるんで、この3つのどれかで自分が持ってるポータブル電源につなぐことができると。おっていう、こういう線も別売りで売ってるんで、必要な方は結構便利かもしれない。便利だ、ね、1本あれば、うんうん、じゃあ実際ちょっと広げてみます。はい、こういう感じで4面いいね、こんな感じ。この裏がねすごい、ここがすごいしっかりしてるから立てやすい。ここが硬いとね、そうそうそう、ぐにゃぐにゃなると、そうそうそう、すごいやりづらいじゃん、ニョンってなっちゃう、ね、そうそうそう。最後にこの動画が出るのが10月の13日だと思うんですけど、はい、14日と15日に Amazon のプライムデーで大幅な割引があるようなのでチェックしてみてください。ちょっとね、詳細は僕らもわかんないんですけどすごい割引があるそうなので、はい、ぜひ見てみてください。My soul sweet, I need it.